ちょっと皆さんちょっと謝りたいことがあるんですけど、去年ぐらいまで、まあ、約3年間にわたって僕がちょっと T シャツがいいって、まあ、カジュアルでちょっと申したんですけど、まあ、本当申し訳ないと思います。で今年はジャージでいきますジャージでいきます。今年は、まあ、T シャツはやっぱりコーヒーライドとか、まあ、キャンプとか日常とか、まあ、カジュアルな時は使いやすいんですけど、やっぱりその乗るときは乗る格好で乗りましょう。まあ、その TP に合わせて、で、まあ、木曜日、しまなみ海道行ってきたんですけど、まあ、移動するときは T シャツ、まあまあ、スウェット着たりとかして、やっぱ乗るときはもうジャージ着ましょうで、まあ、例えばジャージ着てちょっとご飯とか食べに行くも恥ずかしいんですけど、着替えてご飯食べに行きましょうということで、今まで3年間すいませんでしたということで、今回セブンメッシュの、今年注目のジャージが入ってきてるんで、それを紹介します。で、僕が今着てるのは、全部こう自腹で買ったジャージです。セブンメッシュの、ベストで、以前セブンメッシュっていうのはこういう模様でした。これはうねうねってなってるんですけど、これは7の M という意味です。で、セブンメッシュっていうブランドは、カナダのブランドで、カナダのスコーミッシュっていうとこがあって、まあ、ウィスラーから近いんですけど、僕も2009年実際行ったことがあって、そこはまあどんな感じかっていうと、長野みたいな感じです湖が綺麗で、まあ、ちょっと標高高くて、まあ、でもカナダっていうと、まあ、マウンテンバイクが、まあ、メインなんで、まあ、ロードバイクの人見なかったんですけど、まあ、トレーニングでロード乗ったりとか、あとあれかルイガノはカナダですね、これはやめておきましょうっていう感じで、これでこの前の木曜日しまなみ海道走ってます。まあ、それは今この概要欄にこうパコってこう出てると思うんですけど、こういう感じがしてます。これもセブンメッシュで、ソックスもセブンメッシュで、セブンメッシュのソックスがめちゃめちゃ履きやすくて、まあ、ちょうどいいこのコンプレッションとちょうどいい長さになります。ただアスレチックとかのソックスを履いて日焼けするとセブンメッシュ短いのでちょっと日焼けがバレます。だからセブンメッシュ最初に履いて日焼けした方がいいと思います。で、靴はクオックのナイトレザーを履いてます。で、これがしまなみ海道で使った自転車になります。まあ、ホイールはエンビのホイールだったんですけど、まあ、このグランピーロードバイクで走ってます。やっぱこのメーターあった方がいいです。まあ、まあ僕も一生スマートフォン言ってましたけど、やっぱメーターがあった方が距離とかこう角度とか斜度が分かるんで、ただ真夏携帯ここにあると画面が使えなくなると思うんで、やっぱりメーターがいいと思いますっていう前置きはあれで、じゃあセブンメッシュをじゃあ紹介していきます。でこれから そのロードバイクとか、まあ、グラベル系の、まあ、トレンドっていうか主流になるのが、自転車になるべく物をつけずに自分に物をつけるっていうのが、まあ、今年以降、まあ、なんか来るそうですということで、今回はジャージのポケットが大きかったりとか、ビブパンツにポケットがあるっていう商品をやっぱりグランピーっぽくて面白いんで、それを入れてます。で、以前のモデルはあんまりこうポケットが正直ないです。もうこれも普通のポケットやってます。あ、ソックス、まあ、大丈夫ですじゃあこれがですね、これベスト、これは今僕が着てるベストとほとんど一緒です。一緒ですね、これは。で、ゴアテックス、これがですね、金額がまあまあ高くてですね、安かった、2万2000円です。で、セブンメッシュは、2020年の SS からちょっと金額が、下がったみたいです。やっぱり本国との価格差を、まあ、バランス取るようにちょっと安くなってます。製品は同じです。で、今年買いです。これは、まあ、前面のパネルが、まあ、風を防いでくれて、で、なんていうかな、で、後ろがこういうちょっと見づらいですけど、汗を通す素材になってます。で、実際やっぱしまなみ海道3月4月、秋口に行くと、まあ、下りとかが寒いんで、ベストは絶対あった方がいいです。うん、僕もやっぱ亀老山下るときはベスト着て下ってました。そうですね、まあ、着た感じは僕のこんな感じになります。で、サイズ感は、セブンメッシュはUS サイズになるんで、僕は M サイズになります。だからパタゴニアと一緒のサイズになります。で、普段 M サイズ着てる方は、セブンメッシュは S サイズを着てください。
で今年注目のジャージがこれです。ホライゾンジャージ、これの最大の注目はポケットが、ジャージと分離してて、ポケット荷物を入れすぎてもジャージがこう引っ張れづらい、引っ張られづらい設計になってます。しまなみブルーと、なんとかブラックちょっとわかるかな、ここはポケットとジャージが分かれてます。だからポケットの中に物を結構パンパンにウィンドブレーカー、まあ、あと携帯工具チューブ入れてもジャージが背中をこう引っ張られないので、あのロングライブしてもあのこの例えば首が痛くないとかなってきます。結構その、ポケットに、物入れるとこうやった時に首が引っ張られるんですけど、それが全くないというかなりづらいジャージになってます。実際これ着てみましょうか、僕はどんな感じか。今日インナーは着てるんで、ちょっとですねマイクの位置が、マイク外します。この位置で着替えると僕がデブなのがバレるんで一回隠れます。あ、ダメダメです、もうそれは生放送でなんか繋いでください、絵を。着替えてる。これめちゃくちゃいい、これ。どうすかこれ、似合ってません、ね、僕まあ何でも似合うんですけど、さっきの僕のよりもここはゆったりしてます。ありがとうございます。で物をいっぱい入れてもこのポケットがこの分離しているのでジャージが引っ張られないです。でこう上がってこないです。やっぱビブタイツ、ビブショーツ履くとこう上がっても中のこれが見えないからいいですね。背中見えないしですね。これに、まあ、さっきの新しいこのベストを着ればベストです。なんかちょっとツーリング集団が来ました。大学生のツーリングですからね、こういう感じで来たらかっこいいですね。やっぱ広島は海があるんでこういうブルーがいいでしょう。でこのタイプのジャージは今回このしまなみブルーとブラックが入荷します。で金額が14,000円、1万7000円になってます。で次ですね、次はまあちょっと今ちょっと暑いかなと思うんですけど、3年ぐらい前からずっと定番であるこのちょっと着物ジャージがあります。ちょっと暑いですね、もう暑いんで今から寒いとこ行く人これを着てください。これ着た感じ、あ今 YouTube 撮ってますあ出ます、いや出ないわけ出たらあの叩かれるんでこういう感じで、セブンメッシュの特徴はここは立体のサイズになってるんで、こうなってもそのなんていうか楽っていう、引っ張られないっていうか、そういう気持ち。これはこうやって、今日どこから来たんですか。今日山口から来たそうです。いろいろ回ってるそうです。かっこいいこれ、自分で見えないけど多分かっこいいと思うこれ。ちょっとこういう感じ、これセブンメッシュのジャージは結構タイトなんで、この下に何も着れないと思います。これは24,000円します。これ色がお店に今、グレーとブルーもあると思うんですけど、ポケットもあります。これポケットでかい、もう一回着ますポケットでかい、
あ、しかも結構ポケット二重になってますこれ。今更知った。大きいのものとちっちゃいものとここで分かれてます。これいいですね。うん、セブンメッシュはシンプルでかっこいい。やっぱあのごちゃごちゃしなくていいですね。あのなんとかこう泉とか書いてなくて、まあ、それはやめましょう。それとかで今回はもう一個あります。昔あのエルドラド T シャツってあったと思うんですけど、名前間違ってすみません。それのモデルが新しくなりました。今まではなんかザ・メッシュって感じだったんですけど、ちょっとこのなんか細かい、パタゴニアでいうとキャプリーナのあれの近い感じになってます。でこれ金額が6500円になってます。確か去年ぐらいって8000円近かったんですけど、これが入ってきてます。で色がブラックとレッドとグレーです。で前回はなかったんですけど、後ろにポケットがついてます。左後ろにポケットがあるので、まあ、なんか車の鍵入れたりとか、なんか大事なものを入れてもいいと思います。そうです。もしサイクルジャージちょっと恥ずかしいなっていう人は、例えば上これ着て下ビブしてもいいんじゃないかなと思います。それもレベルがすっごい高いですけど、かっこいいです。いやーかっこいいですね。全部欲しいですね。で今後なんですけど、まあ、今回セブンメッシュ紹介したんですけど、スイスのブランドのアソスっていうのも取り扱いがスタートします。さすがにちょっと全部のラインは置けないんですけど、あのロングライドもできるあの分厚いパッドのエボっていうモデルとか、あとミレ GT っていう普通のこのセブンメッシュに近いそのビブショーツとか、あとはジャージ、キャップ、ソックス、あとあの股が擦れても痛くないクリームとかも置く予定なんで、またそれはまた別で撮ろうと思います。という感じで、あの今まであの3年間ちょっとカジュアルガチとかカジュアルサイドとか僕が言い続けて申し訳なかったです。今年は以降はジャージで、ロードバイク乗るときはジャージ乗って、じゃあ楽しみましょう。じゃあ終わります。ちょっと謝ることに真剣になりすぎて、あの本当に言いたかったことを忘れちゃいました。その今年のそのトレンドは、自転車に物をつけずに、まあ、自分に物をつけるっていうのが、まあ、流行りになるんですけど、そのビブショーツこれですね。これを言うの忘れました。セブンメッシュ の、 あのラファーでも出てるんですけど、セブンメッシュからもビブタイツが出てます。それのカーゴバージョン、ここに例えば、まあ、ジェル入れたいとか何か入れたいとかできます。まあ、携帯電話は入れれないんですけど、でここが、リフレクターになっています。だからパンと光るとここだけ白く光ります。でビブのこの後ろにもポケットがついてます。まあ、ジェル入れられたりとか、まあ、そんなジェル飲まないですね。まあ、いろいろ入れることができます。でこれもあのここが分離しているので、入れすぎてもこの前にこう突っ張らないというか、あのすごくあのいい姿勢が取れるビブショーツになります。でこれが金額が、3万円です。3万円なんで、まあ、普通のビブショーツにしては高いんですけど、セブンメッシュとかアソスに比べれば普通の金額帯です。こういう感じです。今までは、赤だったかな、グレーになってますね。まあ、これがあることでロングライドしてもあのお尻が痛くなりづらいです。でこれをつけててもお尻が痛い人は多分何をしても痛いんで、まあ、ポジションが悪いか漕ぎ方が悪いか骨盤が歪んでるかどれかだと思います。そういう時はあのカイロプラクティックに行きましょうです。だからこういう感じで合わせてもらえると今年のサイクリングもっと楽しいと思います。で、まあ、実際自転車に物をつけるよりも自分に物をつけた方があの速く走ります。あの自転車に物をつけると後ろに引っ張られてる感じがあるんですけど、自分が重くなれば、もっと速く走れるんで、そういうちょっと、この前までは、まあ、フレームバックが流行ってたんですけど、まあ、自分に物をつけてなるべく自転車をシンプルにして走るっていうのがもう面白いかなと思います。っていう感じでこのセブンメッシュのビブショーツ、これもよろしくお願いします。じゃあ終わります。